困ってる魔女アガサ。リム、世界一のペットだね。わあ、素敵なコスチューム。ありがとう。一年で一番ミステリアスな夜にぴったり。その名もベイビーを食べる魔女の夜。でも、魔女は存在しないんだよね。だってこれはお祭りだもん。まあね、悪い魔女がベイビーたちをネズミに変身させて食べる儀式なの。食べる？ただのジョークだよ。戻ってきて。ドリーミー、ハロウィンの準備は？バッチリよ。ごめんなさいね。あ、頭痛。何？喋る猫見るの初めて。なんだストーミーか。じゃあトレーニングを続けよう。はいはい、やりますよ。あ、なんで飛べないの？ほうきの魔法が消えちゃった。世界一ダメな魔女だ。魔力のないベイビーに見られたからかも。それって魔女のマニュアルで禁止されてた。ええ、だからそのせいで魔法が使えなくなったとか。だったら別の呪文をほうきにかけたらいいんじゃないの？簡単なはずだよ。そうね、だけどどの呪文？巨人になる呪文じゃダメ、カエルになるのもダメ。これね、空高く飛ぶ呪文。必要なものは森に、アリの涙とムカデの靴。ふん、ふん。どうしたのスポット？あれ？わあ、魔女のコスチュームいいね。ふん、魔力のないベイビーたちの近くでも魔法は使えるみたい。そうそう、コスチュームなの。私はアガサ、どこにでもいるベイビーよ。私はトッティ、何してるの？ベイビーがすること、魔法じゃないよ。あ、料理、何作ってるの？ケーキ、材料が足りないから探してくれる？もちろん。楽しそう。大丈夫、いつもと変わりないよね。おーいた。ちょっと待って、このほうき私のじゃない。ごめんなさいね。本物の魔女のほうきだ。見て、これに魔力があるの。魔女が空を飛んでて、猫が喋るんだよ。魔女なんていないよ。絶対いるんだから、見てて。ポポン。あったよ。助かる。しまった、まずい。ほら見て、きっと魔女だよ。そういうことにしとこ。来て、見せてあげる。きっとあの釜でドッティを茹でて食べる気。ねえ、助けなきゃ。だから魔女は存在しないの。自分の目で見れば。この釜はあったかいし、お風呂にちょうど良さそうよ。そう思わない、ドッティ？魔女は本当にいた。言ったでしょ、ドッティを助けなきゃ。みんなで飛び出して怖がらせよう。あ、ドッティは食べさせない。え、待って、魔女はベイビーを食べないの？じゃあ魔女は恐ろしくないの？お願い助けて。全部私のせい。やっぱり世界一ダメな魔女よ。世界一までじゃないって。喋る猫。初心者なだけ、呪文の本に答えがあるはず。自分を信じて。そうね、これだ、元に戻す呪文。そうだね。あ、時の魔法使いよ、扉を開けて何もかも元に戻しておくれ。成功した。イエーイ、やったー。今日は変な日。結局コニーの言った通りだった。魔女は存在する、しかも優秀だけど初心者だから。とんでもない。指を鳴らして本を出せるし、元に戻す呪文も。ほうきで空だって飛ぶ。でも今日一番の魔法はお友達を見つけたこと。信じてくれてありがとう。マジックティアーズ。それじゃあ。本当に魔女の夜になった。
鼻水お化け前編。変わったものがたくさんあるね。見て、何？呪文の本よ。すごい。呪文を唱えよう。やりたい。唱えたらお化けが出るわよ。お化け？相手にしないで。お化けが出る呪文なんてないわ。お化けを呼び出す呪文。そもそもお化けって何？お化けはお城に住んでて、みんなをこうやって怖がらせるの。つまんないの。お化けなんていないわ。私はみんなを怖がらせてくる。じゃねえだら、失礼。うさぎの足、クマの歯、本から入れよ。鼻水お化け。誰？何？コアリーよ、迎えに来たんだわ。結局、呪文は効き目なかったわね。お化けが出るのは映画だっけ。お化けは作り物よ。どうしよう、外に出ちゃった。ねえ、僕のこと見えてる？大丈夫よ、焦らないで。落ち着いて。よかった、助けて。あ、あった。こんなところに忘れてた。やだ、何これ。なーらったら掃除くらいしてよね。ねえ、行かないで。見えないの？聞こえないの？本に戻らなきゃ。本の外に一日以上いたら僕は消えちゃう、永遠に。集中。よし、ねえ、僕を助けて。ドッティ、ちっとも怖くないわよ。そう、正直私はちょっと怖いわ。それでね、オレンジとイチゴ味だったの。ねえ、僕を助けて。ドッティ、ダメだ、僕が見えないんだね。あの本がいる。それ捕まえた。カチカしてる。なぜかしら。あの本だ。ドッティ、もうやめて。ねえ、街灯がおかしいわよ。ああ、あなたじゃないの？今来たところよ。茂みを揺らさなかった？いいえ。じゃあベビーカーは？いいえ。それじゃああれがドッティじゃないなら一体誰か。あとにして、ルール。全部鼻水お化けの仕業？あの呪文が効いたのね。お化けを捕まえて本の中に戻しましょう。やろう。本物のお化けがいるの？お化けのことなんて知りたくない。レディはどこ？お花にかかった。お化け探しでお腹が空いたの。外に出して。ねえ待って、これは何？ナーラの家にあった鼻水みたい。もしかして鼻水お化け？ベトベトがいっぱい、ほこりもいっぱい。ちょっぴり怖い。鼻水は気持ち悪いし。え？ねえ食べないで。食べる？うえ、僕は本の中に戻りたいんだ。この中の方がいい。嘘、本の中に戻りたいの？声が聞こえるの？本に触ってたら君たちと話せるんだね。お願い助けて。外にいられるのはたった一日。それ以上いると僕は消えちゃう。ごめんね、お化けさん、怖がらせる気はなかったの。そうよ、助けてあげる。マジックティアー。見て、僕の家だよ。クマの足、ウサギの歯。ダメ、呪文が違う。ほら、あそこに本があるわ。みんなに本を渡そう。はい。待って、ここにいるよ。私たちが見えないの？嘘でしょ、お化けになってる。続く。
に戻らないと。ウサギの歯、私たちが見えないの。お化けになってる。あー、鼻水お化け後編。心を空っぽにして呼吸するの。あー、見て、ここにいたわ。あの本を持ってる。ねえ、ここよ。私たちがいるってわからないのね。じゃあこうしよう。いた。ディーナったら乱暴なんだから、静かなところに行こう。ファンタジーたちにどうやって気づかせよう。そうだ、ついてきて。よし、バッチリ修理できた。ありがとう、ミッシー。あら、ねえ、みんなを見た？コニーやリアは？うん、見てないわ。私が最後に見た時はお化けを探してた。お化け？すごい。何かあったのかもしれないわ。ペットたちもいないの。お化けなんていないよ。みんなを探そう。本があるわ、行こう。もうちょっとよ。おー、ティーナ、他の場所へ行こう。ここじゃ集中できない。そんな、がっかりしないで。向こうは私たちが見えないの。だから何をやってもいいのよ。あれ。そうよ、集中してブルに。私の計算によると、みんな近くにいる。やだ、ベトベトしてる。鼻水お化けの鼻水よ。辿ってみよう。向こうが気づいてくれないと、いたずらしてもつまんない。大変よ、もう時間がないわ。早く本を取り戻さないと、私たち消えちゃう。お家に帰りたい。そうだ、鼻水みたいな涙をいっぱい落とそう。鼻水がララの家まで続いてる。行ってみよう。休まずに呼吸を続けて。え、これ何？待って、鼻水だらけ。あれは何かのサインよ。こんばんは、中に誰かいる？何してるの？何？ベイビーズが僕を助けるために呪文を唱えてお化けになった。本を取り戻すためにポータルを通ったきり戻ってこない。1時間以内に戻らないとみんな消えちゃう。どうしよう、早く見つけなきゃ。何が見える、ティナ？待って、ベイビーズがお化けになって行方不明。繰り返す、行方不明なの。謎が解けた。行こう。みんなどこなの？ヒントをちょうだい。行こう、気づいてもらわなきゃ。ここにいる。鼻水のところに。絶対そうよ。見えないけど、いいこと思いついた。どうしたの？今の音は何？大急ぎでキラキラを鼻水の上にかけて。お安いご用よ。じゃあ行くよ。キラキラが役に立ったね、ロージー。見つけた。元に戻すにはどうすればいいの？嘘でしょ？本当にお化けになってる。やったー！元に戻った。もう時間がないよ、急いで。呪文を唱えて僕を家に帰して、お願いだから。ウサギの足、クマの歯、本に戻って、鼻水のお化け。ありがとう、みんな。マジックティア。Thank you.
ハロウィンパニック、できた。次はかぼちゃね。それとも右？早く決めてよ。わかったわ。私に任せて。右によ。でも少しだけ。もう今度は何よ。怪物だ！ねえねえ、ここでいいかな？位置は完璧なの？どこを叩くの？ん？ねえ、ちゃんと教えてってば。風邪をひいたゾウみたいな声出して。あ、なんかもうダメみたい。あれ、なんだったの？もう始まるよ。やだ、ゾゾゾゾンビカボチャだ。ねえ、落ち着いて。ちゃんと説明して。あー、わかった。ボニーなんだね。あん？カボチャが抜けなくなったの？ダメだ、取れない。パーティーでみんなに手伝ってもらおう。そのかぼちゃ、ハロウィンにぴったりな衣装だけど、取っちゃうのは明日まで待たなくて本当にいいの？え？ん？キャー、怪物が戻ってきた。この子は怪物じゃないわ。トッティ、そんな怪物と手をつないだりしたら噛まれちゃうよ。ちょっと、それは大げさすぎじゃない？おー、ねえ、どこに行くの？怪物じゃないってば。ねえ、怪物が泣いてるよ。え？怪物って泣くんだっけ？多分、この子はボニーだよ。え？だから、さっきからそう言ってたでしょ？カボチャがハマって取れないのよ。あの、怪物なんて言っちゃってごめんね。任せて、取ってあげる。それじゃダメよ。怪我させちゃうわ。そうだ、カボチャを食べるのはどう？ママのカボチャよ。やだ、食べたくない。みんなで引っ張ってみようよ。イエーイ。3つ数えるよ。1、2、3。